ジェファーソンシティ市街地ジェファーソンシティは、アメリカ合衆国ミズーリ州の州都、同州中央部、オザーク大地にあり、人口は43,079人。同市の氏名は、アメリカ合衆国、第3代大統領、トーマス・ジェファーソンにちなんでいる。ミズーリ州会議時の古くは、この一帯には、ネイティブアメリカンのお下げ族が住んでいた。1812年に、 ミズーリー順州が成立した時は、その州都はセントルイスであった。州都は1821年にジェファーソンシティに移った。その当時は、この一帯はローマン、S ランディングとして知られ、原野の中にセントルイスカンザス指揮官の中間点の通称公益書があったのみであった。1826年に初の集会が開かれ、1839年に、 ジェファーソンシティは正式な市となった。南北戦争中はジェファーソンシティは北軍に占領されていた。1917年にミズりリ集会議事堂が完成した。ミズりリ集会議事堂はミズりリを見下ろす崖の上に立っている。この崖の下はルイス・クラーク探検隊の深度であったという歴史的に重要な場所であるルネサンス町の建築ドームを持つ庁舎の屋上には ケレース像が立っている。庁舎の内部には、水売り州立博物館もある。水売り州内の位置、ジェファーソンシティは、北緯38度38分58秒、整形92度12分52秒、北緯38.64944度,度、整形92.21444度、38.64944-92.21444に位置している。 ミズーリ川の南岸に位置する。セントルイスからは西へ約 150km、カンザスシティからは東へ約 230km、コロンビアからは南へ約 45km である。アメリカ合衆国統計局によると、ジェファーソンシティは総面積73.2平方キロメートルである。このうち70.6平方キロメートルが陸地で2.6平方キロメートルが水域である。 総面積の3.61%が水域となっている。同市はリンカーン大学の所在地である。同校はアフリカンアメリカンのための高等教育機関として設立された大学である。現在においても同校は学生の多様性を誇り留学生が多く在学している。ジェファーソン式を含むミズーリ州中央部の玄関口となっている空港はコロンビア市にある。 コロンビア地域空港である。このほかランバートセントルイス国際空港や、カンザスシティ国際空港といった大都市の空港もよく利用される。市の1 5キロメートル北、ミズーリ川の対岸にも、ジェファーソン式記念空港があるが、定期便はなく、自家用機、チャーター機などが、もっぱら利用している。アムトラックのジェファーソン式駅は、ジェファーソンストリート101にある。 ジェファーソンシティ駅には、セントルイスとカンザスシティとを結ぶミズーリ線の中高、中距離列車ミズーリリバーランナー号が1日に往復停車する。ジェファーソンシティには、週間高速道路は通っていない。アラスカ州、ハーイ州を除く、合衆国本土48州の州都で、週間高速道路が通っていないのは、ジェファーソンシティの他は、ネバダ州、 カーソンシティ・サウス・ダコタ州ピア、デラウェア州ドーバーの3都市のみである。また、ジェファーソンシティには、グレーハウンドのバスは停車しない。ジェフトランと呼ばれる、ジェファーソンシティ交通局が運営する、路線バスが市内の主な交通手段である。市の紋章以下は2000年の国勢調査における、人口統計データである。基礎データ人、種別人高生年齢別人高校生世帯と、 家族収入と家計、ありがとうございます。